はい、皆さんこんにちは、いちばです、今日はですね、僕の高校の時について、何かこうエピソード的なものを話していけたらなと思います。はい、助手として入ります、道くんです。よろしくお願いいたします。いろいろと高校時代のことも僕からも質問していきますので、よろしくお願いします。はい、高校時代のことをちょっといろいろとお聞かせください。はい、よろしくお願いします。まず、僕は、群馬県の桐生第一高校に、入学しまして、まあ、選んだきっかけとしましては、やっぱりそのグラウンドの施設、室内練習場がかなり良いというところで、甲子園に一番近いんじゃないかなという理由で選びました。ただまあ入ったものの、当時はその練習がかなりきついというところで、全く想像もしてなかったんですけど、とにかくその、まあ、印象に残っているものとしては、まあ、ランニングもこうみんな足を揃えて、声も張り上げて、まあ、軍隊のようにランニングしたりとか、あとはそのインターバル走っていうのがありまして、こう試合に勝てばいいんですけど、こう負けた時に、まあ、80メーター走ぐらいですかねのものを確か10秒以内で走らなくちゃいけなくて、それで10本かける負けた点数かけるっていうのをやってまして、ほんと10本ぐらいやったらまあ楽でいいんですけど、それがまあ10点差なりこうなった場合に関しては本当に地獄ですね。実際10点差っていうのが本当にあったんですか？ありますね。でまあ練習試合だとこうダブルヘッダーとかで連敗しちゃうと、もう地獄のように走り続けるみたいな。じゃあもう走り続けて終わっちゃう日あるんじゃないですか？余裕でもう 暗くなるまでこうただ走るだけだったらいいんですけど、こう全力で声を張り上げてみんなを鼓舞しながらこうやらなくちゃいけないので、ちょっとでもその声が薄れちゃうと、もうコーチから止められてもう一回やり直しとか言ったりとか、で10秒走れなかったらそれがプラスされないみたいな。はい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 、かなりきつかったですね。でその先はどういうふうに、やっぱり試合のいろいろ重ねていってもそうだと思うんですけど、やっぱ他にもなんかペナルティーあったりしたんですか？ペナルティーは、そうですね、点数、テストの点数で、赤点を取ってしまうと、テストの点数恥なしげんですけど、そのグラウンドの、ライトの宇宙間あたりに、松林っていう走る専用の、はい、ちょっとまあ、どれぐらいですか、距離的にちょっと忘れましたけど、はい、松林をぐる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 回るようなとこがあって、はい、赤点取るとそこで点、ちょっと忘れちゃいましたけど、点数によってこう本数が決められてて、こうずっと永遠に走るんですよ、松林って。ちなみに市場さんはどうだったんですか？僕はないですよ。ああ僕は優秀だったんですか？イケメンで勉強できちゃって野球できる最高じゃないですか？だから赤点だけやめようと思って。すいません、嫌味っす。じゃあ、もう部員数どれぐらいいたんですか？大体一学年、一般も入れて、まあ、30人いるかいないか、で、まあ、100人近くいたかなっていうところですね。でも100人いると練習できなくないですか？できますよ。まあ、一般はその授業終わってからなんで、僕らと、スポーツ特待で入った人に関しては、まあ、平日に関しては4時間の授業終わるんですよ。でそこから野球がもう授業みたいなものなんで、練習、校舎、学校が終わってからグラウンドまでちょっと距離離れてるんですけど、自転車でこう猛ダッシュしながら移動するみたいな。自転車、そこでもう疲れ果てちゃう。ちなみに、まあ、市場さんはちょっと話飛んじゃうんですけど、甲子園で2回出場されてるわけじゃないですか。そうですね、自分自身が、はい、ちょっとそこの時の話とかって伺います？そうですね、まあ、甲子園本当に出場したことに対して本当にいい思い出で、まあ女性からモテたっていうのは、まあ、覚えて本当に、2年生の時に優勝できて、はい、群馬県初の優勝権を持って帰ったというところ、はい、ただ、まあ、自分の力ではなくて、一つ上に正田さんっていう、まあ、先輩がいまして、その方が、投げ続けていって、まあ、勝ったおかげでみたいなところがあるんですけど、はい、まあ、僕自身は、2年生の、仙台育英ですね、1人ぐらい投げさせていただきまして、はいはいはい、その時は、当時試合が始まる前にこうアップしてる時に、はい、当時のコーチ結構怖かったんですけど、お前今日投げるかもしれないから、
絶対フォアボール出すなと。で、その人結構予言が当たるんですよ。で、僕はあフォアボール出さなければいいんだなっていう思いにいて、はい、まあ、まさか投げないだろうと話は思ったんですけど、はい、そしたら、点差がどんどん離れてて投げることになったんですよ。そしたら言われたことが頭にこうよ、浮かび上がってきて、やばいやばいやばいってなって、じゃああの時それ考えながら投げてたんですね。投げました。 YouTube でだってありますもんね。そう、それ見てもひどいなと思いながらフォアボール連発、そして打たれてみたいな。っていう、その時って当時って どんなこと考えてもマウンド上がってた感じなんですか？でも何も考えない、真っ白、頭真っ白真っ白、何も考えず、とにかく投げようと思ってもストライクが入らないっていうところ で途中で点がこう入った時にようやく開き直って投げれたみたいな。あ、でもアウトは全部三振みたいな。はい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 、はい、で145キロも投げて、そこでちょっと注目度が上がったかなっていうところがありますね、正直。あ、そうなんですね。あの時もかなり球速かったけど、すっごい乱れてましたよね。そうそう、何回もひどいなと思って、めちゃめちゃ乱れてましたよね。で、逆にこう甲子園の裏話的な感じってあります？裏話としては、まあ、その時優勝をこうして、実際その決勝戦は僕が投げるっていう話だったんですよ、はい、僕が聞いた話は、はい、で、まあ、翔太さんも1回戦からずっと投げ続けてるんで、はい、まあ、疲労が当然来て、まあ、スピードも落ちて、もしかしたらその疲労で投げれないかもしれないっていうところで、僕が明日行くかも、まあ、かもみたいな感じで言われてて、はい、で、その時に、まあ、自分の中で準備をして、練習をして夜食を食べたわけですよ、前日。で、その時に、まあ、食堂の、まあ、女性 その担当の人から、明日投げるんですかって言われて、じゃあちょっと分かんないですねと答えた時に、こう、まあ、女性と接点を持った時に監督がこう入ってきたんですね。で、監督が入ってきて、もう何も言わずこう食事して出てったんですけど、はい、で、当然僕はちょっとやばいなと思って、内心で、当然決勝戦のところなかったんですよ。え、監督入ってきて無言ですか？無言。やっ、怖っ。僕やばいなと思って、怖っと思って、いや当然決勝戦なくて、はい、まあ、理由は、まあ、うちの高校、ここは男女交際禁止なんで、はいはい、まあ、多分そのことが理由だろうなと思って。なんでそんなに男女交際禁止っていうの、結構厳しいんですか？まあ、なんか監督が言うには、私生活の乱れは野球も乱れちゃうというところで、ちゃんと私生活からしっかりしなさいと、はい、浮ついた心でいるんじゃないよというところになります。伊藤さんはじゃあ浮ついたことは一切ないですね。ここは一切ない。ああ、さすがです。逆にこう、じゃあ今こう甲子園経験もされてるじゃないですか、うん、これから目指す甲子園球児たち、あ、高校球児たちに何かこう投げかけてあげてくださいよ、言葉を。そうですね、はい、まあ、僕も大したこう成績を残してなくて、ただよく言われるのは甲子園に魔物がいるよという、はい、なんか、まあ、それ自分の気持ち自身だと思うんですよ、結局は。はい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 。で、ただ本当に、甲子園を目指して、そこまでやるんじゃなくて、まあ、甲子園に出場して、例えば自分ならベスト4なりベスト8なり、まあ、そこまで行くんだという気持ちでやらないといけないと思うんですね。あ、まあ、目標を甲子園でやっちゃうと、はい、甲子園の手前で終わっちゃうかもしれないですよ、結局は。その上まで行けば甲子園まで行って、その先まで行けるかもしれないんで、ちょっと目標を高くこうやってほしいっていう。あ、で、やっぱ自分が野球やってるからには目立ってほしいんで、まあ、その先のプロ野球なり、まあ、もっと先行くとメジャーリーグなりっていうステージがあると思うんで、いろんな、まあ、出場方法とかあると思うんですけど、自分のこう、気持ちをぶらさずに、やっていっていけたらいただけたらなと思います。なるほど、はい、あ、いいですね。あれですね、じゃあ今これを見てる人たちには、僕の投げてるところを見たい方はぜひ YouTube で一番と調べてください。そしたらとんでもないが、マウンド連発の動画なんで、それ見れば逆に俺いけんじゃねえかってみんな思えるんで。、まあ、こんなピッチャーでも甲子園に行けたんだよっていう。今のこのは本当にスピードも速くて、すごい、まあ、バッターにしてもスイングも速いですし、本当にプロに近い子が多いと思うので、はい、まあ、よしては僕の動画を見ていただいて、あ、これでもいけるんだと
という気持ちになっていけたらなと思います。ありがとうございます。すいません、なんかバカにしてるわけじゃないですけど、すいません。そうですね、逆にこうすいません、あの甲子園からちょっと離れるんですけど、はい、高校選びとか結構やっぱり重要になってくるじゃないですか、はいはいはい、東京でも今なんかこう私立じゃなくて都立高校とかすごく頑張ってる、うん、で県立とかもすごく頑張ってるわけじゃないですか、うん、やっぱ今こう市場さんが野球から離れていろいろやっぱ野球教室やってるわけじゃないですか、うん、それを見た中でこうこれを見てここを重点に置いてこう高校選びをした方がいいですよとか、なんかアドバイスありますか？そうですね、やっぱりその強い高校に行けば、まあ、名前が知れた高校にも当然甲子園の道も近いですけど、まあ、2つあると思うんですよ。あの自分がとあの飛び抜けてすごい選手だと思ったら、違う弱いチームに行ってそ の, ちあの弱いチームを、まあ、強くするみたいな、まあ、変な話、あの今回ロッテに行った佐々木君ですね、大船渡高校で、そこが、まあ、甲子園とかっていう、まあ、何十年前にいた高校だと思うんですけど、まあ、自分の力でこうどん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 こうあの決勝まで行って注目を浴びてっていうところまで行ったと思うんですけど、まあ、それも一つの方法だと思うんですよ。ただ、高校に関しては僕自身としては、まあ、選ぶとは2校しかなくて、桐生第一高校か前橋高校というところ2校しかなくて、一つ選んだのは施設ですよね。練習する場所、桐生第一高校はグラウンドもしっかりして室内練習場も大きくてあって、まあ、食堂もあの寮もちゃんとしっかりしててっていう野球ができる、バッチリな環境だったんで、まあ、そういう意味で、まあ、前橋工業に関しては、まあ当時はその、まあ、決勝戦でずっと前橋工業ばっかりで強かったんですけど、ちょっとグラウンドに関してはちょっと河川敷の下にあるんで水没っていうのもあったんですよ。あの大雨が降った時練習ができなくなるみたいな、はいはいはい、っていうのも聞いていたんで、でもそうだったら桐生第一高校に行って甲子園を目指したいなっていうのがあって、僕はそういうふうに選びました。千葉さんにとっては高校野球とは？とは、そうですね、なんか僕の原点ですかね、野球をこう、野球が上手くなった原点みたいな、そんな感じですかね。なるほど、まあそうなんですね。やっぱり今見てる人たちもこれでいろいろと、まあ考えると思うんですけど、まあ今後もいろいろアップしていく中で、うん、あのいろんなことをやっぱお話ししていただきたいなと思いますんで、うん、はい、じゃあ最後に、そうですね、これを見ていた、いただいている方々に一言で終わりましょう。はい、まあ、このチャンネルを見ていただいてありがとうございます。今回、チャンネルは、まだ始めたばっかなんですけど、この先いろんな企画をやろうと思ってます。ただ、その中でも、皆さんの要望とか、コメントを、いただければですね、いろんな企画をこう取り寄せて、やっていきたいと思うので随時コメントの方に、例えばこういう企画やってくださいとか、ああいう企画やってくださいとか、まあ、ただできないものだと思うんですよ。なのでできるものに関しては、それを、まあ、こっちで抜粋させていただいてやっていこうと思うんで、そうですね、どんどん、コメントの方をください。よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあチャンネル登録もぜひ、はい、お願いします。それでは